さ、大沢姉妹についての情報を手に入れた緑川くんが、消灯に家があるということで、今から行ってみようかみたいな感じだろうな。緑川は公衆電話の脇に置いてあった電話帳を持ってきてページをめくった。消灯在住の大沢生を調べてみると意外と少なく5人しかいなかった。電話帳でさ調べるっていうのももう今しないよね。マリアと瞳の名前がないのは予想していたことだ。早速一番初めに乗っていた大沢に電話をかけてみる。出んのか？ていうかビンゴ！思わずガッツポーズをしていた。なんかシュールな顔してんな。一本目の電話でいきなりヒットが出たのだ。さすが俺。緑川は電話帳に書いてある番地をしっかりと記憶した。お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしましたか。不機嫌そうな顔でウェイトレスがナポリタンを持ってきた。わあ、うまそう。おスパゲティの上にはこれでもかと言わんばかりに粉チーズがかかっている。なんか二郎系の野菜みてえだな。その姿はまるで雪山のようだ。粉チーズたっぷりというご注文でしたので。チーズとタバスコの容器を置きながらウェイトレスが意地悪っぽく言う。タバスコ、赤唐辛子、穀物酢、岩塩を材料とする米国、マキルヘニー社の調味ソース。引き締まった辛さが特徴で、スパゲティやピザなどに数滴垂らすとすごくうまくなる。ラーメンやカレーなどにも結構合う。味にパンチが効いていない時におすすめ。ただし辛いものが苦手な人は一滴でも大冒険になってしまうので要注意。ちなみに日本に初めてタバスコを輸入したのは某有名元プロレスラーという話があるが事実ではない。あ、違うんだ。あれですよね、アントニオ猪木さんが日本に仕入れたみたいな話を聞いたことありますけど、事実じゃないんだね。これはうまそうだ。フォークでスパゲティをほじくり出すと一気に口の中へとかき込んだ。ケチャップの甘酸っぱさと粉チーズのまろやかさが口の中で溶け合う。グッドテイスト。うまいものを食べると気分も乗ってくる。ナポリタンを食べながら緑川はパソコンに向かった。よっしゃ、乗ってきた乗ってきた。執筆モードに入るとまた無意識に大声が出た。いけるいけるぞ。口の周りをケチャップだらけにしながら緑川はキーボードを叩き始める。こいつも口の周りケチャップだらけにしてんのか。ウェイトレスがまたかと大きなため息をついた。いや、そんなことにならないだろう。どれ、あ、ごめんちょこ。ノリカが振り返るとウェイトレスは慌てて笑顔を作った。いえ、別に。ほうか、アップがパワっていいぞ。気がつる。あまりの物言いにウェイトレスは拳を振り上げる。ん？コントかな。いえ別に、どうぞお仕事頑張ってください。言われるまでもない、食べてんだ。ポリタンとパソコンを交互に見ながら緑川は原稿に集中していく。そのうち周りの音が一切耳に届かなくなった。ふと我に返った。
って腕時計をちらりと見る。午後2時20分。20分でこんなにいろいろあった。そろそろ取材に向かわねばならない時間だった。とりあえず執筆モードは終了だ。急いで喫茶店を出ると、ちょうど君塚のタクシーがやってきた。こりゃ驚いた。なんてナイスなタイミングだ。一瞬君塚も目を丸くしたが、すぐに仕事の顔に戻った。わ、何この哀愁漂う感じ。やば。乗ってきますか。余計なことは語る必要はない。男は仕事で自分を語るものだ。君塚の横顔にはそんな自信が張り付いている。もちろん乗るさ。まずは小峠、それからすぐに桜ヶ丘。桜ヶ丘。街の風景を眺めながら、頭の中で今後の動きをシミュレートする。先にミスキャンパスの取材をし、それから劇団の主催者へのインタビュー。原稿を書くための時間を考えると、全部まとめて20分で済ませたい。いけるか。君塚はにやりと笑った。特別料金になりますぜ。特別って言葉は大好きだ。乗り換えがタクシーに乗り込むと、君塚は思い切りアクセルを踏み込んだ。いいね。渋谷という街にはいろいろな顔がある。若者の街、雑多な街。駅前の交差点やセンター街などはそんなイメージにぴったりと当てはまる。ところが109を右手に入って文化村通りを歩いていくと、次第に街の雰囲気が変わっていく。住宅街行っちゃうとね。渋谷区松濤は都内でも屈指の高級住宅街だ。右を向いても左を向いても豪邸で、一般人が立ち寄ってはいけないような威圧感がそこら中に漂っている。ここでいい。ノリカはタクシーを止めた。ちょっと待っていてくれ。すぐに戻る。タクシーから降りると片っ端から周囲の豪邸の表札をチェックした。あった。思わずつぶやいた。大沢。目の前に大沢と書かれた表札があった。大沢健治。その名前が妙に引っかかった。喫茶店で電話帳を見た時からなんとなく気にはなっていた。どこかで聞いた覚えがあるような。ノリカはインターホンを鳴らした。インターホンの音色までどことなく気品がある。いや、気のせいだろ、マジで。連打してるし。少し待ったが、返事がない。ちらりと腕時計を見た。午後2時30分。すでに劇団名天使、大洗慎之介かな確か。の取材時間になっている。劇団名店氏さんは坂東新一の助けによりモンドはアパートから出ることができた。役者が全員揃い、本番直前のリハーサルが進む。しかし再び事件が起こる。昼食の弁当を食べたモンドが食当たりになってしまったのだ。救急車で病院に運ばれるモンド。芝居の要である指導役の不在に苦悩する大洗。やがて大洗は決断する。新米役者天野拓也31歳を指導役にすること。当日に当日に。しかしできればその前に美人姉妹にも会っておきたい。緑川はもう少し待ってみることにした。諦めて次の取材先へ行くことにした。俺さ、待ったらバッドエンドだろ。
本来なら時間厳守なんだからさ。じゃあバッドエンドいきますか。あと5秒だけ。ミノリカはもう少し待ってみることにした。あ、玄関のドアが開いた。おや、あ、あ、あ、え、手錠してない？なんで？ちょ待って、なんで？中から生真面目そうな男と手錠をはめた男が出てきた。緑川はその二人の前に立ちふさがった。失礼。生真面目そうな男が緑川に一礼して脇を通り過ぎる。直感的に事件の匂いを感じた。おい、その男、ここの人間か？男は無視して立ち去ろうとする。このまま見過ごすわけにはいかない。おい、待て。大沢さんなのかって聞いてるんだ。しかし男は苦々しい表情で緑川を押しのけ、手錠された男を連れて行ってしまった。一瞬後を追おうか迷ったが、やめることにした。こんな状況では美人姉妹の取材なんてとてもじゃないが無理そうだ。今はとにかく少しの時間も惜しい。ノリカは仕方なく次の取材先へ向かうことにした。もう5秒でだいぶ変わってんだろうな。タクシーは後輪を激しくスライドさせて止まった。初頭の大沢邸から桜丘の劇場前まであっという間だった。お客さん着きました。本当に早いな。それでも予定より5分ほど遅れている。して大笑いしんのすけは取材を受けてくれるだろうか。おっとおっとっと、なんで手錠してんの？